次は9月22日昼座。この仏教で、こう皆さん方にお説教を申しております。そのいわれはどういういわれか、こう言いますというと、仏教哲学という一つの哲学のいわれでございます。お医者さんの学問いうものは、人間にお気配で生まれまして、それで人間が病気になったり、それで死んでいきます。その人生、人間の存命の間のことを考えますのが、お医者さんの学問でございます。ところがその仏教の、哲学的な学問で、仏教哲学とこう言いますのは、まだその後代でございまして、私の命のそもそもの始め、これは久遠の因子へと言います。久遠というのは、ずっとずっともう過去永遠の昔、それが久遠です。それからずっと今まで、私どもが、続いております。人生50年ぐらいのことやない、無量永劫の間、あらゆる世界に生まれ変わり死に変わり、また生まれ変わり死んでいき、また死んで、また生まれて、また死んでいきまして、もう永遠にこう命が続いております。そこでその仏教の学問、仏教哲学ということになりますというと、この永遠の問題、もうその人生50年くらいの小さい問題ではございません。人生50年の問題、それはその何だかとお医者さんが研究なさいます。そこでお医者さんの研究のなさることと、仏教の永遠の問題で申しますことと、そう食い違いはございません。お医者さんは人生50年で一つの説明をなさいます。ところが仏教はその永遠の説明でずっと続いていきます。なんでありますか、お医者さんは体は新陳代謝、ご飯食べてそれで古いのを捨ててしまう、ご飯食べて古いのを捨ててしまう、それで新陳代謝、昼夜健康にやっておる。だからそのおしっこでもう不要なものは捨ててしまう、大便でも汚いもの、あれもみんな捨て物です。それを捨ててしまいます。たまったら大変です。通じがありますか、ないですか、言うてお尋ねない、これお医者さんの、こうみんな初めの、質問です。診察の時に通じはどうですか、そういえば通じの問題。それからお医者さんの診察行きますというと、一つ尿の検査いたします。でおしっこを取ってきてこう言ってばおしっこの問題、捨て物はどういうものが腐っておるかということで、食べ物はどうですか、ご飯はいけますか、いけますとかいけませんとかこう言います。ご飯で材料石炭を食えまして、それでこう燃えかすが次々出ていきます。これを新陳代謝こう言います。仏教の方ではこれを、
刹那消滅とこう言うております。刹那、刹那に生まれて死んで、生まれて死んでやっております。これは刹那消滅、まあ、だから昨日の私はもう死んでおります。今日の私は生まれております。まあ、今朝も忙しいもんでありますから、あまあそのなんだかんだ用事しまして、ご法事行ってました。ご法事に行きます前、まあ、こういう今日のお説教のことをあっと準備しまして、それからご法事行っております。その時の私はもう死んでおります。今こう高座に登っておりますが、私はご法事から帰ったとは言いながら、また新しく生まれております。まあ、死んで生まれ、死んで生まれ、死んで生まれ、こうやっておりますが、お互いのこれは仏教では刹那消滅、刹那、刹那に生まれて死んで、生まれて死んで、それを続けております。こう申します。お医者さんでは新陳代謝、構成になります。なんでありますが、残念ながら人間というものはこの50年のことは目の前に見えますから、あそこでその説明ができます。説明なさってもそうかそうか思います。ところが仏教の方になりますと言うと、過去永遠の昔から、もう不安の昔と言いましてから、お互いの数字も何も取りはしません。数字も何も取らずに、そこの永遠の昔から、それからずっと続いた命の話、それを研究、それをやっておりますから、なかなか信じません。人間というものは、まあその狂慢でございまして、なかなか信じません。それでこう、私は人生で命が終わるかと言いますと言うと、なかなか人生では命が終わりません。この命が人生50年で業を作っておりますから、業の種でまた業の結果が出ます。作った業の結果はまた次の、いつか出ます。この世で出てきますのは純元業と言います。この世で悪いことをしますというと、この世で出ますし、またいいことをしますというと、この世でまた出てきます。まあ今日はその高松さんの百科事でありますが、まあ高松さんはええことをなさいましたから、まあ人生で、まあいろいろまあええ結果が出ております。これはまあ全勝の男、その全員が全カードこうなって出ております。これはまあ過去世が今出たんですけれど、その中にはこの世でやったことがこれで出ます。この世で良いことをやって損したということをございません。この世で良いことをやれば、また良い結果がこの世で出ます。悪いことをやりますと言うと、悪い結果がこの世で出ます。それが刑務所のようなことです。だから良い種をこの世で作りますと言うと、良い結果が出ます。まあ会社は達成さんのようなことでございまして、これはまあこの世で良い結果をなさる、それとも過去世の善業の種と両方来まして、それでその良い結果が出まして、ユミノの本宅なんかもうあんなまず広大な家屋敷という良い結果が出ました。みんなこれその出る出会いというのは、その人の運不運、運がいいからというわけじゃございません。良い種をまいております。これは仏教の根本です。だからもう私どもは種を作って結果が来て、種を作って結果が来て、良い種は良い結果が出ます、悪い種は悪い結果が出ます、というようなことで永遠の問題。お医者さんは人生50年の問題。そこでそのお医者さんのことは聞きますけど、なかなかその、仏教の、この哲学のことは聞きません。まあ、仏教だけではない哲学というのは、みんなその永遠の問題を研究しております。まあ、東洋哲学というのがある、西洋哲学というのがある。東洋哲学の元はインド、西洋哲学の元はギリシャ。何でも世界中でインド、ギリシャを抜けますというと、哲学の大元はございません。まあ温泉の水源地、どこが水源地、元ですかということでなります。
まあ、そのお互いのその、まあ、この、まあ、永遠のこういう、良いことをしました、悪いことをしました、運が良い、運が良かったなと言っても言いますが、運の問題ではないです。まあ種まきの問題です。まあ、私は小さい時にやはり生意気ございました。あでございましょう。まあその朝のお礼の時に阿弥陀様に参ります。まあお勤めをするで阿弥陀様にお参りします。その次はこちら五海さんにお参ります。あんたこちら七高僧、親族二体の教えというので七高僧と聖徳太子をご安置しております。それからその、阿弥陀様の猫が本願寺の善識様明恩上人をご安置しております。それで向こうはその蓮如上人といいまして、信州の教えを再興なさいました中興といいます。まあ、ちょうどその、まあ徳川家康で言いますというと徳川中興、それで吉宗公というのが徳川の、幕府を中興しております。本願寺の中興のもうお方が蓮如上人なんでお参りします。私はこう阿弥陀さんでこの本願寺の御門跡の明恩上人だけは参りませんでした。いつの人も毎朝毎朝、まあ阿弥陀さんに参って五海さんに参って、消毒だし七高僧に参ってそういう飛ばしてからそれで向こうの蓮如上人はお参りしておりました。ああ私の父親が何でお前に迷うかこう言っています。何じゃ本願寺の住職が寄付せ寄付せ言うてお寺から寄付を集めて、はい、でもお寺はさ何も仕事ができんじゃないか、本願寺の寄付で毎年毎年、はい、でそんな自分がどういう生活をしておるかというと御殿に座り込んで、ごちそうを食べて、よそに行くにも、まあ、車に乗って、こいつの声を通ることも知らないで、野菜通ることも知らないで、前で言われてきたって、前でもさ、全国の門信との金を集めて、それでも贅沢三昧、だから私は反発します、参りません、結構、申し上げたところが、お父さんが悪い顔しておりました。今のなんですが皇太子殿下のお子さんの今の富野さんの孫が今度夏休みに南方に行かれました。旅行にだから、まあ、東京でまあいろいろ、あの子供なんですからただでこう飛行機乗って南方に行き腐って働きもせないで、うちの子供が働いて休みの間アルバイト行っておると、あの生まれがいいからと言って天皇の、孫が飛行機までわざわざ乗ってから飛行隊をあなたにやるかいなこう言って言います。ただで乗ったんやろ、お供を3人も連れて子供のくせに、あ、こんなぶつうせぶつうせ、こうやっております。それをどうぞと言いますか、東京の連中は。いや、恐ろしいもありますよ。そう言って、私は子供の時は、どうぞと、いや、本願寺の明恩上人、なんじゃ贅沢して、汗出さないで、お金で、お金集めて、自分は贅沢して、こう言って、まあ、反発しております。あと私の父親に言いましたら、まあ、バカ言うな言うて叱られました。お前は徳がないから斎藤寺の貧乏であると長男に生まれたんじゃ、明恩上人様は禅宗の徳があるから本願寺のその御門跡とお生まれになった。人間は我慢でいいじゃないか、徳を拝め。これが仏教じゃ。良い種をまけば良い結果が来ます。
この本願寺の御門跡となるというのにはよほど大きな徳をお積みになったんでしょう思って、その男がね、墓入でもその知恵が申しました。なるほど、そうか、思いまして、なるほど、私は人間を拝んでました。男がね、さあよくわかります。それからもうずっと前へ前へさ、お参りしました。男がいますね。なんだかあの人は運がいい、不がいい、まあうまいことを金儲けしたもんじゃな、こう言っています。でありますけれど、金儲けをするだけの徳があります、伝承に。そういう徳を巻いてます。ということで、それで申しますのが仏教の姿でございます。そこで話は大きいです、仏教の方は。その大きい話でありますから、私はいかなる存在か、私の命はどうしてできたか、命はおぎゃあぎで生まれました。あの時に命ができたんじゃない。今後の昔にずっと私の命がありました。今後の昔から命が、私はもう命がありましたので、今後の昔からの私の命が、悪縁起、悪の縁起をしました。元は真如法性という、宇宙の真如法性というのは私の命。私はもう初めは真如法性という命の塊でございます。それはその善縁起をしたのが、これは御仏様。悪縁起をしたのが私ども。縁起というのはどんなことか、こう言いますというと、種があって菊が出た。種をまいたから生えてきた。これを縁起と言います。出てきたのを縁起と言います。だから今日はその縁起が良かったというのは、出てきた今日の生活の模様は、自分の気持ちのいいことが出ましたら、今日は縁起が良かったって言って喜んであります。自分の尺に触らないことが出ましたら、今日はもうとにかくこんなくしゃくしゃしたことはない、今日は縁起が良かった、なんだかんだやることなすこと、今日は縁起が分かった、くしゃくしゃする、一本つけって先ほどじゃそのくしゃくしゃが収まるぞと言って、今日はもう悪いことばかりでも、今日のような縁起の悪いことなかったら言ってみましょうが、あの縁起というのは仏教のことです。あそこでその不恩合来の真如法性という私の命が悪の縁起をして、悪の種をまいて、悪の結果が来ました。悪の結果が来まして、また悪の種をまいて、悪の結果が来ました。それで悪の結果がまた種をまいて、悪の結果が来ました。もう悪いこと、悪いこと、悪いことで、種が来た、結果が来た、種が来た、結果が来た、種をまいた、実が出た、悪いものがどんどんどん縁起して、悪縁起でずっと言っておりますのが、お互い、迷いの姿。元はですね、真如法性と言います。善でもない、悪でもない、純粋な私でございました。阿弥陀様ではその通りです。阿弥陀様の元は、法蔵菩薩のその前は、何であったか言いますというと、真如法性。私どもと同じことです。私どもの元は真如法性。阿弥陀様の元は真如法性。その阿弥陀様はどうして阿弥陀仏と同じになったか、こう言っていますというと、善縁起をなさった。良い出来栄えが出ました。どういう良い出来栄えが出ましたか、こう言いますというと、元はその阿弥陀様と私と同じところに生活しておった存在でございますけれど、私はもう盲年無用の悪い友達に誘われて、悪い種をまいて、悪い菊が出まして、またそれは全然全然悪いこと悪いことになってから、
迷うで苦しんでろくな姿を出しませんもんですから、私と一緒にあった真如法師匠の法蔵衛府の生命が我助けずば、いやーもうあの俺の友達はなんとまあ堕落した堕落した堕落した、俺が助けねばもうさあなんとかして助けよう助けよう言うて、法蔵衛府とおなりになってこれ全員にしました。同じ命が法蔵衛府と私を助けようというお慈悲の演技をなさいました。あそこで心を泣いてお考えになって深すぎ調査業を泣いた追加次追加次修行を重ねになりましたというのが全演技という、よいその演技出来事が追加次追加次、師匠の苦しみは私の苦しみ、師匠の楽しみは私の楽しみ、私は一切師匠の苦しい人の身代わりとなります、犠牲となります。なんでそんなことするかって言っていますけど、元は同じこと、同じ命の存在、一切師匠は悪縁にやってから、あ苦しみから苦しみにやっていた、あそこでこれは大変だろと言って命のもとが全演技になってました。それで法蔵菩薩と同じになってから年々の瞬間瞬間に、修行のため修行のため修行のためこう動いておるような、悪縁にしたのは年々に俺のため、人は泣いても構わんぞ、俺のため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 合衆と言いまして、俺が俺が俺がという行きます。人は泣いてもいい、俺さえ、いかに生活ができたならば俺のため俺のため行こう行きます。そういう悪縁起という、法蔵衛府の善縁起の方は人のため人のため人のため、私はどうするか、私は捨て物、私は犠牲になります、もうそこで働きます、私はもう苦しい人のために何とかしてやりたい、こういうことで全演技をしてある。あそこでその阿弥陀様に拝んでますよ。私は拝まれしません。阿弥陀様だけありがとうございますと言って拝んでます。拝まれるだけの苦労はなくて全演技のさめした。我々人間はですが、拝むところか、もうそのみんなから怖がりになってから、恐ろしや恐ろしや、みんな怖がっておりますよ。まあこう日曜その大会が、まあ大抵は東京の近所でいつもいつもございます。うん、今年はまたあるところでございました。今年の会場はすごいのできました。もう昨年の会場なんか一昨年の会場なんかなかなかできませんが、なんじゃ日教村の大会がこの町であるか、そりゃ怖いぞ、日教村の大会が町であるちょっと怖いぞ、まあそれ断り、約束したのを断ったりで、また日教村がやがわし申しましたようなことでございましたが、日教村というのはですね、学校の先生の組合、学校の先生の組合でありまして、でまあ学校の先生の組合がちょっとまあ言われましたけど、あれはまあ校長先生が赴任なさいます、組合の先生方があの校長はダメじゃ、受け付けるぞ、やってきても言うこと聞かないと反対じゃ、言うて、それで校長先生が来たのが一人目はずと言って、それで校長先生はあの校長に辞令を受けてますけど、ようその学校に行かれません。もう先生方が学生室に戻って、あ、校長がやってきたらもう叩き返し、こうやっております。まあそういうような先生の、教育を受けた連中が、先日からの、フランスの大使館に入りまして、フランス大使館を襲撃して、ピストルでやっております。まあ日本人はなんであんなことするんだろうか、こう言って言いますけど、まあその教育はそんなことです。ちょっとこれ考えになりませんと。
まあ三菱の重工のあれ爆弾が、あれはもうちょっと普通の爆弾ではないって申し上げておりますようなことでございますが、誰が持ってきた二つほど、それを電車に乗った二つ持ってやった、それを見た人、まあ今出ております。それで降りた、降ります時も二つを、大事に大事に持って降りた、それがそのタクシーの運転手の話と一緒になります。そうすると元はあの近くやぞって言って、今東京内をしらみつぶしに家を探しておりますようなことでございますが、その爆弾がもう非常に猛烈な爆弾、23ぐらいの人、21ぐらいの人でありました。これまで分かっております。今の教育を受けた青年はそのとおりやります。やんなをしっかりやる、叩こせ、こういう連中であります。まあそんな男だけじゃありませんぞ、女の方でも今激しゅうございます。責務犯になりますいうと、いやまあそう、浅野さんとの、長田博子さんなんかは、私は毎日毎日をほとんどまあ教会 しております。まだその裁判も決まりませんから、教会の段に行きませんけれど、今その、妙なもんでございます。やはりまあ夫人でありまして、一人の部屋にもう3年もおりますと言うと寂しいと言います。そこでその、用事はないですけれど、ちょいちょい覗きます。あとも先生入れ言っています。まあ入ります、恐ろしいですよ。あ、入りますと言うとちゃんと鍵が書きますから、ああ、いやもう、長田さんが噛みついたらあった、私ひどけ、逃げばあらしてね。ああ、でもその逃げる準備はしております。ああ、監視がいつもいつも覗いてますから。ああ、その殺されることはございませんけど、いやー、なんとまあ、話をしますと言うと、普通のご婦人の話はございません。なんて鬼でございますな。もうちょっともう人間じゃない鬼やと思うようなことでございます。とう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 人間は悪元気もこれまでいったかいな思いや、悪元気という元は真如の都の命の私が全然縁起が悪い方とやったもんですから、とうとうしょうもないところのまあ、人間となってしまうておりますのが私どもの存在でございます。とうとう人間はですね、もう何が大事かいうと、ご褒美なんか大事じゃない。もう世界は、人間の世界は色と金じゃそれでみんな目の色と書いてます。色と金、煩悩ですよ、滅ぼすものです。それには一生懸命になりますが、ご褒美なんかまあ一生懸命なんじゃ、そりゃそんなことを寝言を言うて、哲学なんか寝言じゃ、こう言って笑っていらっしゃいます。これ悪縁起というさ、そんなことあんたその勝手に言うて、まあ、しようがないじゃないですか、まあ、思いなんでしょうけど、あとまあお将棋に、真摯なお将棋に説いてございます。これは顕明症というお症状でございます。顕明症というお症状に私どもの姿が説いてございます。しかずに史上一年の名毛によって真如の都を迷い入れ、武天の凡夫となりしよりこの方久しく人狼に覆われて本部の事象を忘れたり、これが人間の姿。元は真如の都、真如法性の尊い命の存在でございました。この命が一年の名毛というで、ふらっと
煩悩が起こりました。その一年の瞑想のふわっとやった一足が迷いの一足となってから、これで雨天の盆辺となりしよるこの方、迷いの流れ物の盆辺となってからこの方というものは、久しく人狼に覆われて、人狼というのは塵です、ゴミです。煩悩の塵ゴミに覆われて、本具の理想を忘れたり、本具の理想というのは、元は私は信仰の都の尊い命でございましたが、それをとうとう忘れてしまうて、人間の煩悩成就の浅ましい姿で、それでその狂慢で威張り腐って、何を求めておりますかって言っていますと、色と金のためにはあらゆる煩悩もんで大活劇を起こしておるのが人間生涯の社会の姿。そこでその一方の方は、阿弥陀様が、いやーこれはまあ大変なことになったな、なんとかしてやりたいと言って、修行におかかりになりました。その修行の模様を第18話に仰せになります。修行の模様、迷うてしもうて誠の知恵がなくなった。なんで誠の知恵、一生懸命阿弥陀さんが作ってくださいました。誠の知恵がどうなくなったか言っていますけど、悲願の中日というのは聖徳太子様がお救いになりました。悲願の中日は休みにして、それでその自分の、命の問題を考え、どうせなんだか悲願の中日をわざわざ考える日をお作りになりました。これはまあヨーロッパの西洋でもその通り、レジャーという、まあその日にちをお作りになりまして、レジャーという日にちは休みじゃ、そこで私の命を考える日、社会の仕事が休んで私の命の問題を考えということのために、レジャーという日が西洋で起こりました。で今は西洋ではレジャーの日は休んでから、俺はいかなるものか、どうしたらいいか、やはり考えてます。日本に来ましたら、茨城腐ってレジャーというその言葉を覚えて、ああそれでその考えて命を考える日ということは棚へ置いてしまって、休みの日や遊び行く日や、あだからレジャーは旅行の日や、あちらこち遊び行くのがレジャー、旅行するのがレジャー、遊ぶのがレジャー、そう日本人はアホでですから思い込んでしまって、聖徳太子様が悲願の中日はレジャーである、命を考える日である、なんと旺盛になってわざわざお作りになったのは、それほどの日本人が、ああ西洋も休みの日があります、レジャーでみんな休んでます、日本もレジャーができた、ああレジャーの日は明日行くんじゃ、西洋の方では私の命を考える日と、こういうのがレジャーという意味でございますが、そんなことも何もしないんで、まあ偉大そうにレジャー休みの日、お前今度はレジャーはどこに行くか、温泉に行くとか見物行くとか山登りするとか、こうやっております。いやあ浅ましいことでございますよ。レジャーの悲願の中日、休みの日は私の命を考えます。元は信仰の都の尊い命でございましたが、それが一年の猛年、ふらっとした一年の猛年で一足です。迷うか悟るかというのは一足。もう大阪で私は社徳堂と言いまして、そのお堂の、まあ、監督をしておりましたことが6年ほどあります。これ社徳堂という堂はですね、これはその大阪の本町に天狗さんの問屋がありまして、天狗さんの問屋で寒天屋をお作りになる、両方の仕事、天狗さん寒天を作る、これはその寒天がお菓子の材料になるのですから、その店がどんどんと繁盛します。
主人がなかなかご褒美ございましたから、その主人のご褒美屋のお方が、茶徳堂というのを建てまして、それでその女のお寺さんをそこで集めました。本願寺を女のお寺さんを集めて、食べて食べさせ、出来も合います、住まいも茶徳堂で旧車のようにできております。それはその朝晩のお勤めの指導、ご法話する、ということで、私は、その時はご婦人が20人でいらした、20人もごいらっしゃるのに、男は私が来てくれて危ないもんでそう20人のお方が茶徳堂のみんな姿になっておりました。ところが、20人の女僧侶はみんな看護婦さんの、検定を取りまして、看護婦さんの検定のできた人は茶徳堂に入れます。ほんで看護婦さんの検定取ってどうするかいうと、もう人さんの看護のできないような、世を雇いませんような貧乏なお方とか、それから病気が激しい病人の人は、介護に行かないようなそんな病人の介護とか、それはその専門にやるその看護です。はい、熱のない朝はご法医の話をする。それで病人の介護をする。ご法医を伝え、ちょっと気分のいい時には阿弥陀さんのお辞儀を伝え、今の根本はこの顕明書が根本です。お互いが元は真如の都の命が純粋な命であったのが、私が参り出ております、一年の猛年で参り出ました。そこで南無阿弥陀の力で真如の都に帰りましょう、それが根本です。みんな病人にはご法は宣伝でございます。元は健康体であったのが、ふとしたことから梅毒が移る、もう治療のできないほど腐ります、そんなのをみんな介護しております。というそういうところで私5年おりました。5年目にはシャルドは解散になりました。なんで解散になったか言っていますけど、大阪の看護婦の会がその抗議申し込みまして、なんじゃお前の方は看護料も何も取らないで、派遣婦のその費用もお礼も取らないで、ただでどんどん追加次介護に行って、なんでそれじゃその看護婦会が倒れてしまう、平和を返す、というのでとうとう女のお寺さんは女のお寺さんで、お寺さんの手術をしたらいいじゃないか、なんで看護婦まで手を出すか、と言っても大阪全部のその看護婦さんの、組合長がやってきまして、もう文句言ってきて、それでとうとうやめてしまいました。ところがそこはなかなか偉いことでございますよ。看護婦さんの会だけではありません、お説教も、5日に1遍はありました。お説教の日は風呂を貸して、朝から風呂を貸して、で風呂に入り、風呂の奉仕、それで本堂で休みなさい、1時からお説教、そういうことです。んで朝っぱしから風呂に行きますところの、連中がいます。その連中をじっと見ますというと、中に体全部いずみしまして、もう昨日はお前バクチやって湯通しやってこい、そういう親父が来まして、風呂に入ってから相手小文字その背後から流されてます。ただでございますから、まあさちょっと怖くございました。問題ありますけど、説教の時にはやっぱ聞いてもらわんと風呂に当たって入れないということにしてありますから、説教の時は聞いてありました。聞いても本気で聞きやしません、寝たまま寝たまま聞いてます。新女の都を参りで、一年の猛暑によって
堕落は一味よ。ほいでまあ申しまして、だいぶその感覚を与えました。その派遣監獄の行人の中に本場梅毒というのがございまして、本場梅毒というのは満州の梅毒です。それがその初めは出ませんけれど、梅毒の現象が出ますというと、本場湯で馬が走るように、本は走る、馬は馬、馬が走るように梅毒が体全体に3日間でダーッと走ります。体全体が真っ黒なんです。掃除も臭いも臭くないもちょっとネギに寄りつかれません。それは社徳堂の看護さんが一生懸命に入れ替わり立ち替わり介護して、それからまあ大抵まあ1週間目には死んでしまいますが、それでまあ火葬場で送っておりました。ということで、めったに本場梅毒はありませんけれど、そういう梅毒がございます。梅毒患者が言いました。満州に参りまして、こんな梅毒が移った、ただの人だし、遊びに行こうかやめようか、やめた、いや遊び行こう、行くわ、またやめた、あ怖いぞ、言って、一足の足の違いでとうとう本場梅毒になりました。まあ、こう言ってあります。お互いは真珠の都に命は元があったんですけれど、一年の妄習と書いてある、一年の過ちで悪の世界に入って、悪縁起をどん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 やってきまして、とうとう人間の私がこういう姿になっておりますが、顔形はまあその後ろ前よりも当然姿をしておりますけれど、心の中は腐り切っております。もうとにかくもう地獄の妄念妄想のことは、知っていらっしゃりながら、地獄の妄念妄想の世界に足を踏み込んでしまう。まあ、レジャー言うてもレジャーでもお説教をお聞きになればいいけど、言葉をおっしゃいます。いやまあ悲願の十字、まあお参りしたいと思います、前は思いますけど、頭とは何だかと言い訳なさいます。わかるのは言ってます。妄念妄想で一年の妄想、悪縁起を次から次、次から次やっていきます。これでも助からん私になってしまった。もう仏の伝言が一つもないです。そこで善縁起の阿弥陀さんが、その力を作りなさい。それをその阿弥陀さんがお作りになったのが満足大仏、縁起を見る。これはその欲生三心の主人、知恵に仏の力、それをお作りになった。それを新人から阿弥陀様の信仰、よし、これができたんで、悪縁起の凡夫を助けることができる。できたぞ、俺を力にせえと呼んでいらっしゃるのが、南無阿弥陀仏の呼び声です。その呼び声を見ながら、また、馬鹿になって、私はそうですか、言って聞きます。そうですか、思ったときに、もう、岩井さんの力が入ってます。お互いに。もうそして仏になりますところの力が出ております。あ、そうですか、呼び声で二枚様が、もう仏になる、お前は悪縁起やってもしようがない、もう助けるめどはないぞ。あ、それで善縁起の仏様が何枚ですの呼び声で、なん、これを力にし、阿弥陀仏お浄土に参らせるぞ、今度はお前を真珠の都に帰らせんぞ、お世になります。ああ、そうですか、ありがとうございます。もう入ってます。そうですか、ありがとうございます、というのがご信心。そのご信心にはたった一つ、正一、人間はご信心一つでいる。それに仏に、もう仏様の
慈悲の力、縁起を見え、知恵の力、知恵慈悲で2つしかないですけれど、これは、世界人口、人間は36億でございます。36億のたくさんの人間でありますけれど、男と女、2つだけしかない。不可思議な伝言教育であるんですけれど、知恵慈悲の2つしかない。その知恵慈悲が入っておりますご神事の時に。そこでまあ皆さん方、知恵慈悲が入ったところをここでいつも言います。仏本一体、ここに書いてある仏本一体、私が凡夫です。凡夫の私に阿弥陀さんのお力が入りまして、一体届き合います。今からです。姿は凡夫でありますけれど、私のお得になりますけれど、如来の伝言教育がもう全部入ってます。それはご神人のお得です。参られば損です。参らねば今後も悪縁起をやってから、苦しみは永遠に続きます。幸いに今阿弥陀さんの善縁起の力で、呼び声一つで如来の力が全部入りますんですから、そうすれば私の迷うた悪縁起はさらっと、もう人生今から仏門一体でもうなくなります。財宝は消えてしまいます。強制はどうなるかというと、人間の財宝の残りの人生あと何年かさえ辛抱して支払いを済みますというと、深夜の都に帰りますんや。元の本当の私の姿のその純粋な命に帰ります。それをお浄土参りと公正になります。そういうことを、知らねばまあかわいそうなことでございますが、まあ幸いにお寺にお参りになることはお知らせ申しますから、嘘ではないですね。そういうおじきのお方がいらっしゃいます。元は一緒、皆も私も一緒。それが一方は悪縁、一方は善縁、そういう私で関係があるのですから、何万人だとはすぐ入ります。それでもこの世からほっとくと言いまして、阿弥陀様からご覧になるというと、罪は一つもないことになっております。人生のこの悪縁起の数がなくなると同時に、深夜の都に帰ります。そこで長い間の悪労がしまいます。ああ長かった長かった、縁起ならやっと今ぞ帰りつけん、ああ長かった長かった、縁起ならやっと今ぞ帰りつけん、ああ長い悪縁起のお互いに目を見ております。こういうそのおじき様が世の中にはございます。それを聞かないで凡夫の世界にさまようて、悪縁起をやってからレジャーの盛んに時間がありながら、また悪縁起、悪の上に悪を足してから、なんかまあつまらない人生を送っていらっしゃることで、やっかいな思いますような次第でございます。まあちょっと休み、前座、前座終わり。